川の流れは止まったままです。スタートラインに対して追い風、南の風が現在4メーター前後吹いています。ボートレース江戸川としては非常にいい水面です。レースは予選競争第10レースに入っていきます。対戦メンバーは1号艇平尾貴則、2号艇土屋智則、3号艇三角哲夫、4号艇池田浩二、5号艇岡村正史、6号艇谷村克也、以上の6選手です。内枠両者は今日は1回走りです。負けなし3連勝でここまで来ています。1番平尾貴則の引戦、そして予選前半オール3連隊でした2番の土屋智則、17号機と26号機コーモーターが激突します。3コースには3番の三角哲夫です。3人引っ張っていきまして、角1、4コース4番の池田浩二、昨日の2日目は2着2本としぶとい走りを見せました。5コースには5番の岡村正史が入っていきまして、1番外6コース今日1回走りです。6番の谷村克也が入っていきます。3連単1、2、4、1、4、2、この組み合わせが10倍を切りまして、中でも1、2、4、4倍台のオッズを示していました。予選競争の10レースです。新入ワインから1番2番3番4番5番6番です。残りは2秒、スタートしました。スローから起こした3人、1番外して6番の谷村、いいスタートで1マーケット向かっていきます。1番平尾の陰線、2番の土屋の差し、外からは3番三角に6番谷村、バックストレッチに入っていきまして、突破争いですが、1番平尾がどうやらインから振り切っていきそうです。二艇審査の2番手には2番の土屋、3番手ですが3番三角、その内側を突こうというのは4番の池田、スタートは前提正常でした。1周2マーク、1番の平尾が突き放していきます。その後ろ2番手小さく回る3番三角を2番の土屋が叩きに行きますが、2番の土屋が2番手をキープ、3番手二艇審査で3番の三角です。前の体勢1番2番3番で大時計前を通過していきまして、レースは2周回目と入っていきます。先頭4艇身リードがあります1番の平尾、2周1マークをクリアしていきます。2番手もう一度小回り、3番三角ですが、2番の土屋が外からかわしにいきます。しかし2、3番手の差が縮まってきたでしょうか。バックの中間地点では1艇身半差まで3番手3番三角が詰めて2周2マークへと移っていきます。2周2マーク、2番手争いとなっていくか。外から2番の土屋が叩いてきました。開いて差し込んでいく3番の三角、ホームストレッチに戻ってきまして、2番の土屋智則が再びリードを取りまして、前の体勢は変わらず1番2番3番の体勢で大時計前を通過していきまして、レースは最終周回へと入っていきます。離された4番手には4番の池田、5番手が6番の谷村、ラスト5番岡村となっています。1番の平尾、そして2番の土屋、3番三角と最終1マークをクリアしましてバックストレッチに入っていくんですが、さあ3番手3番三角に対して今度は4番の池田の差しが届いていくかどうか。バックの中間地点ではほとんど並んできました3番手争いです。前の2人は抜け出しています。1番平尾に2番の土屋、人気の決着となっていきそう。3番手内から4番の池田が先制します。3番三角の差しですけれども、ここは届かず逆転で4番の池田が3番手、まもなくゴールを迎えていきます。4連勝です。1番の平尾今ゴールイン、2番手2番の土屋、3番手4番の池田、3番の三角、6番の谷村、ラストは5番の岡村、ゴールインしております。以上予選競争第10レースでした。